ばんは、松尾清です。月曜日最後の1時間は松尾清のメローな夜。この番組はメローをキーワードにした大人のためのミュージックプログラム。僕の大好きな R&B を中心に、豊かで芳醇で色っぽい、そんな大人のための音楽を1時間たっぷりとご紹介します。寝酒のお供にメローな夜、どうかメローな音楽の魔法に酔いしれてください。今夜最初にお届けするのは、僕松尾清のプロデュース作品からです。インフィニットで Just Another Lonely Night。したのはインフィニットで、先月の末にリリースされました24時間というシングルのカップリングナンバーですね、 Just Another Lonely Night でした。インフィニットっていうのは韓国のね、 K-POP の人気グループですけれども、非常に表現力が豊かなので、僕もプロデュースの依頼があって、迷うことなく喜んで楽曲提供させていただきました。 90s R&B、 特にアトランタあたりのね、サウスな感じのフレーバーをちょっと織り込んでみたんですけども、うまく解釈してくれた、非常に僕としては嬉しい一曲となりました。インフィニット Just Another Lonely Night でした。改めましてこんばんは、松尾清です。メローな風任せを今日はお届けしたいと思います。ちょっと間が空いてしまいました。連休を挟みまして、とはいっても番組やることはいつも変わりません。はい、現状維持で今週もお届けしたいと思います。ただ新譜が結構溜まってますね、そういったものをご紹介していければと思います。最初にお届けするのは新曲です。この番組では新曲が出るたびに、という
感じですね。もうこのポジションが彼の定位置になりつつありますけれども、聞いていただきましょう。男性シンガータイリースの、これは渋いですよ。後々クラシックと呼ばれることを意識して作ったような、そんな深読みさえできてしまいます。本当に初めて聞いた時からもインスタントクラシックという、名曲の風格のある曲です。聞いてください。タイリース、シェイム。Must be all kind of crazy for what I've done to you. I hope you understand that my heart is true. Mistakes I made them, but I'm making change for you. Have I learned is your question?And my answer I have. But if you're expecting perfection, then we're not gonna last. This is not an excuse, I'm just telling the truth. Baby, I'm so sorry for her.I'm ashamed of me. Shame on me. Wish I'd never done you wrong. Shame on me. Every night of us I dream that I wake up in your arms. But since you've been gone, my understanding has more than grown. I come to this conclusion over and over again. I don't want an enemy, I just want back my friend.これはしみる一曲ですね。タイリースでシェイムでした。これはね、もう本当にもうソウルミュージックという曲の魅力に正面から向き合った曲ですね。そこにあるのは、女性、愛した女性を手放してしまった、手放したといえばちょっとまだ上から目線って言われるのかな、逃げられた、喪失感、未練、開墾、反省、そして未来がここにあるんでしょうか、どうなんでしょうか。はい、まあタイリース高音部になった時に独特のこうなんていうんですか、ヤスリ、ちょっとザラッとしたヤスリをかけたような非常に男性的なハスキーボイス特徴なんですけども、そこをうまく曲のいいところに持ってきてますね。このボーカルのコントロール、あと曲選び、曲作り、いやもう本当に円熟という言葉が似合う、そんな存在になってまいりました。彼のソロ活動以外でね、この番組でもご紹介しておりますその外部での活動、 TGT というグループございます。タイリースとタンクとジニュワイン、
3人の頭文字取って TGT って言うんですけどもね、そちらの活動の方 もう、まあ、それはそれ続行するそうですけども、まあ、ソロ活動にうまく反映してる気がしますね。タイリースね、あれはなんかあのタンクのソロの世界なんかに近いななんて僕は思ってよく聞いていたんですけれども、タイリースが一番そのソロ活動へのフィードバックっていうところで言うと実りがあるんじゃないかなっていう気がします。それだけの説得力に満ちた曲シェイムでした。さてタイリースと同じく90年代にデビューした男性シンガー、それもタイリースと同じく美男シンガーと言われることが多いケニー・ラティモアをご紹介したいと思います。ケニー・ラティモアもこの番組で新譜が出るためにご紹介してるんですよね。で、アルバムが出ますよって話をその時にしました。アナトミー・オブ・ア・ラブ・ソングという、直訳しますと何でしょうね。ラブソングの解剖学とでも言えばいいんでしょうかね。まあそういったシニカルな響きさえあるタイトルなんですけれども、ケニー・ラティモアは実は3年前にバック・トゥ・クールというアルバムを出したんですが、すぐに市場から消えまして、というか引き上げまして、その時のバックトゥークールというアルバムがもう今プレミアがついてね、もう日本円で2万円以上とかするところもありますね。もう本当馬鹿げた話ですけれども、まあそれだけの、プレミアがついてしまうぐらいの希少価値があるアルバムだったんですが、その全10曲が今回のアルバムに全部入っちゃいました。面白い話ですね。昔もちょっとこういうことありましたよ。まあ何年に一遍かあるんで、まあ、かわいそうではあるけどね、まあ、それでも一回出ただけいいんじゃないのっていう気さえするんですよ。出さずにお蔵入りっていうのをね、まあ、僕なんかこういう仕事してますから、こういうの出ますからって言って、アドバンステープなんていうものをもらったりして、それっきりみたいなこともよくありましたよ。ケニー・ラティモアの場合は、回収されたんですけども、その全10曲が収められてプラス新曲を4曲加える形で、全14曲で、うん、これニューアルバムと言っていいのかどうか、やはり、まあ、ちょっと定義にもよりますけどもね。ただそのバックトゥクールってアルバムお聞きになってないという方がほとんどだと思います。この番組で、前回ご紹介した曲も実はそのバックトゥクールからの曲でありまして、これからご紹介するナンバーもニューアルバムからの1曲なんですが、実は3年前に一度シングルカットされております。その時 R&B チャート55位だったんですが、この番組では素通りしておりまして、今改めて、そうですね、今聴いても、オーセンティックな良さは変わらずという、そんなケニー・ラティモアの歌声お楽しみください。ではあえて申しましょう、最新作アナトミー・オブ・ア・ラブ・ソングに収録されている作品です。ケニー・ラティモアで Find a WayWay, no matter what it takes.
that you don't already know. この間連休の間ですけれどもね、皆さんもご覧になった方多いんじゃないでしょうか。メイウェザーとパッキャオという、それはそれは大変バリューの高いボクサー2人が夢の対決なんていうものが、ございました。2人の試合を見るために、何十万何百万何千万という大金を与えて見る人たちがいる。プライベートジェットでたくさん、ラスベガスに集うという、改めて大した街だなと思いますね、ラスベガス。そんなラスベガスで5月の6日から、ショーが長期にあたって展開されることになりました。マライア・キャリーの曲をご紹介いたしました。ケニー・ラティマー・ファインダー・ウェイに続きましてマライア・キャリー・インフィニティでした。マライア・キャリー、これね、かつてセリーヌ・ディオンですとかエルトン・ジョンがやっていたのと同じように、トニー・ブラクソンなんかもやってましたね。要はラスベガスの箱で、長期にわたって座長公演を繰り広げるというわけです。まあ別にそこで軽演劇とかあるわけじゃないでしょうけども、日本の座長公演っていう言葉今つるっと使っちゃいましたけども、ちょっとイメージ違うかもしれませんが、そこで、彼女が歌うのはこれまでのナンバーワンヒットをもったいぶらずにバンバン歌っちゃうと。でベストアルバムナンバーワントゥインフィニティっていうのは出ましたけども、ここからの作品っていうのは中心になったステージ、まあそういうプログラムが編み出されているようなんですが、でそのアルバムに唯一新曲として収められましたのがこのインフィニティという曲でございます。仕掛け人は L.A. リードですね。L.A. リードはマライア・キャリーが21世紀に入ってちょっと、まあ、キャリア下降線に入った時にホワイトナイトのように現れて、で、彼女の大復活劇 We Belong Together の時に、背景にいたのが L.A. リードだったんですが、で、そのマライア・キャリーなんですけどね、さっきちょっと話したように21世紀に入ってちょっと、キャリアが落ち込んだように見えた時ありました。僕はね、以前にもこの番組でお話したかと思いますけども、マライアにスランプなしって言ってまして、どんな時期でもアルバムの中に耳を傾けるべき曲っていうのは必ず入ってるのが本当彼女の非凡だなと思うゆえんなんですよ。で、本当好きな曲は必ず入ってるんですよね。で、ダサくダサくと、もうそれが枕言葉のように繰り返されるグリッターというアルバムがございまして、同名の映画、彼女の電気映画、本人が主演する電気映画っていうので、そのサントラの体裁を取ってましたが、それなんかも僕は世間の評価とは逆でね、これはたまんない、ブギーサウンドだなっていうことを小さな声で言い続けてきたわけです。で、まあ今のところまだ再評価の見込みは立ってないグリッターっていうアルバムなんですけど、本当今ねいい寝かせ時だと思いますんでおすすめですよ。でアルバムの中にはエリック・ベネートの Want You っていう必殺の曲も入ってますし、今バックで流れておりますファンクバンドキャミオとのねラバーボーイという曲も入ってるんです。
これはあのキャミオの80年代のヒットがございましたけれども、それを本家撮りしたような曲ですね。しかもそのご本家のキャミオ登場というところが、マライアの横綱相撲たるゆえんというか、また女性に向かって横綱って言ってしまいました。本当にあの失礼かましてすいませんって感じなんですが、そんなマライア・キャリーも愛してやまないキャミオの80年代でも頭の方の作品、ちょっとこれ一曲ご紹介しましょうか。この時期のね、夜、そうだな、外に出るにしても上着がなくてもちょっと歩いて、とすぐ温まって、でお気に入りの酒場で軽く一杯飲んで、でいつもよりも一駅先で降りて歩いて帰ったりするだけなんて、ちょうどいい季節ですよね。ずいぶん具体的な描写ですいませんって感じなんですが、そんな時の BGM に持ってこいじゃないでしょうか。聞いてください、キャミオで1980年のアルバムキャミオシスに収録されておりました We are going out tonight。どうでしょう、こんな季節の夜のお散歩にぴったりなんじゃないでしょうか。お届けしたのはキャミオで We are going out tonight でした。夜遊びもほどほどにお願いいたしますね。さて番組はここから後半へと突入いたします。今日ちょっとね、最近僕が好きなソウルマンたちが亡くなることが多いので、予定、いつもの予定変更しまして、ここ最近亡くなったソウルマンたちの追悼の特集というのを行いたいと思います。今バックで流れておりますベイン・キングのスタンドバイミー、この曲はもしかしたらブラックミュージックという看板が必要のない
ブラックミュージックとして最も有名な曲かもしれませんね。1961年のナンバーワン R&B ヒット、ポップチャートでも4位を記録しております。まあ、後にリバイバルヒットもしてますからね。この61年が初出ということで、まあいつの曲というよりもいつも愛されてきた、いつの時代でも愛された曲として、皆さんおなじみではないでしょうか。それを歌っていたベイン・キングが、先月の終わりに亡くなったということは皆さんもご存知かと思います。4月30日に76歳で亡くなりました。晩年にね、日本を訪れてちょっとテレビの出演なんかもありましたし、すき焼きを歌ってみたりとかね、日本人ならグッとくる、しかもね彼は本当あのナイスパーソンとして知られてまして、愛妻家でもありましたね。ソウルバーの小ネタ的に言いますとね、ベン・イー・キングの E っていうのはいい人の E だなんてことをね、日本でしか言わないギャグですよ、なんですけども、それぐらい本当悪口を言う人がいないっていう人だったんですが、かつてはこの方はドリフターズというグループにいましたね。ドリフターズ前にそのムーングローズですとかね、いろんな名門のグループもいたんですけれども、まあソロになってからのスタンドバイミーっていうのが大変有名で、もうベイン・キングのスタンドバイミー、スタンドバイミーのベイン・キングっていうか、もうそれぐらいもう一体化しているような代表曲でございました。何を隠そう、僕松尾清志も高校3年生の時ですかね、学校の学園祭で、ベースを弾きながらねこれを歌ったことがありましたね。あの時は確か Every Breath You Take、 見つめていたいって曲がヒットの感じが残っている頃でありましたね。この2曲のベースラインが、近しいことを発見して2曲メドレーで歌った記憶がございますね。Every Breath You Take から Stand By Me に入ってまた Every Breath You Take に戻るっていう、今考えてみるとプロデューサー的な発想なんですけども、何しろもう歌とベースの技量は全然ついていかないっていう、もう本当に恥ずかしい思い出でもあるんですが、けどね、こんな僕でも、ベニー・キングっていうのはもう、なんて言うんだろう、もう偉大であることが当然すぎて、この番組できちっと話したこともなかったかなって気がするんですが、亡くなってしまって初めてその人の、生前のビビッドな活躍をお伝えするっていうのもちょっと心苦しいんですが、でもやっぱりこれが今そういうタイミングでもあると思いますんで、ちょっと皆さんがそのスタンドバイミーで抱かれているベニー・キングのイメージとはちょっと違う曲っていうのを厳選して2曲、まずはベニー・キングの75年のアルバムですね、スーパーナチュラルっていう、スタンドバイミーを除くと一番、ヒットした作品ですね。スーパーナチュラルスイングという曲、これR&B チャートでスタンドバイミーと並ぶヒット、ナンバーワン R&B ナンバーヒットを記録しております。ポップチャートでも5位を記録したスーパーナチュラルスイング。グエン・ガスリーという女性シンガー、この人もね惜しくも亡くなりましたけども、グエン・ガスリーがペンを取った曲です。でもう一曲なんですが、1980年にリリースされた、まあ、彼にとってはちょっとアーバンな響きもある作品、ストリートタフというアルバムから一曲ご紹介したいと思います。アルバムに収められております You Made the Difference to My Life という女性コーラスを豊かにフィーチャーした曲であります。ベニー・キングのこの人あんまり大声出さないんですよね、割とスムーズな歌い方 で女性との関わりっていうのもね、なんか距離の取り方がジェントルなんですよね。そういった引き算の美学っていうのかな、そういった佇まいも、楽しんでいただければと思います。では、ベニー・キングの曲2曲続けてご紹介したいと思います。スーパーナチュラルシング、そして You Made the Difference to My Life。Supernatural thing. Your love, your love. Supernatural.
4月30日に76歳で亡くなりましたソウルシンガーベン・イー・キングを悼みまして、スーパーナチュラルスイング、そして You Made the Difference to My Life という僕のお気に入りの2曲をお届けいたしました。まあベニー・キングが歌ってるわけですからね、ベニー・キングに捧げますっていうのも変な話かもしれませんけども、この放送を天国のベニーに捧げたいですね。あのベニー・キング慕う人は多かったですよ。スコットランドのファンクバンド、アベレージホワイトバンド、彼らはねもうベニー・キングと同じレーベルになったという業績もありまして、ベニー&アスというアルバムも一緒に作ってますね、共演アルバムでございます。アベレージホワイトバンドの、まあ、2枚看板、アラン・ゴーリー、ヘイミッシュ・スチュワートっていうシンガーおりまして、もうこの人たち自分たちでも、まあ、いい歌を歌う人たちなんですけど、やっぱベニー・キングの前で演奏に徹するのは本当楽しかったみたいで、僕もかつてこのヘイミッシュっていう人と一緒に仕事したことあるんですけど、やっぱりね歌の上手い人のバックでベース弾くの本当楽しいって言ってましたね。彼はなんか技巧的にベン・キングがどうこうっていう感じでもないんですよね。同じようにこの間亡くなりましたパーシー・スウェッジもそうですけれども、実直さとか素朴さとかそういったものが人間的な魅力がそのまま音楽性にもなってるという幸せな例だったんじゃないかなというふうに思いますね。ベニー・キングでした。さて、お届けするのはなおも最近亡くなったソウルマンたちでございます。ホットチョコレートというグループご存知でしょうか。イギリスのファンクバンドです。さっきアベレージホワイトバンドの名前出しましたけれども、70年代にイギリス国内そしてアメリカでも成功を収めましたホットチョコレートというバンドがございました。その人たちの曲の中で有名なのは You Sexy Sing という曲ですね。これは21世紀に入りましてフルモンティのテーマソングとして、まあ、映画や舞台で使われて、再び注目を集めることになった、まあ、文字通りセクシーな曲なんですけども、まあ、セクシーすぎて、コミカルに聞こえるっていう面白い使われ方でしたねフルモンティはね。でそこでボーカルを取っておりましたエロール・ブラウンが、亡くなりました。連休のことでしたね。5月6日にバハマで亡くなったそうです。71歳、今の時代がちょっと早い気がしますね。ホットチョコレートの You Sexy Sing がアメリカのチャートでトップ3に入りましたのは76年になってたのか。結構なロングヒットでございました。日本では、まあ、ホットチョコレートのことを熱く語る人っていうのはあんまり聞いたことないんですが、エロール・ブラウンは中古版ショップなんかに出入りしてる人からするともう見慣れた顔のスキンヘッドのおじさまでございます。若い時からスキンヘッド売りにして、マイケル・ジョーダンがスキンヘッドにしてアメリカで、アメリカのそのアフリカンアメリカンの男性の中でスキンヘッドが大ブームになったのが、まあ、意外と最近の90年代のことですけども、ホットチョコレートのエロール・ブラウンっていうのはね昔からセックスシンボル的な人気もございましたよ。本国では大層な名刺でもありました。今日はもちろんその有名曲ですね You Sexy Sing ご紹介したいと思います。そしてもう一人、これもね先月のことなんですけども、この人は若かったな、4月16日に、同じくバハマで亡くなったのがジョニー・ケンプです。ジョニー・ケンプは去年55、いかにも若い。この人80年代キンキーフォックスっていう名前で、まあ、そういうユニット的なところで歌って頭角を現してきた人で、まあ、ニューヨークに渡ってきたんですよねバハマの方からね。で86年にジョニー・ケンプというセルフタイトルのアルバムでメジャーデビューしまして、でそこに歌詞譜が関わった Just Another Lover とカバーガールなんていう、まあ、当時のニューヨークファンクの最前線という曲が収められておりました。で僕はそれで知ることになったんですが、ちょっと癖のあるミックスでございまして、なんかこれからマジックショーが始まるような、そんな派手なね、今でも忘れられない当時僕の知り合いがホテルのカーテンみたいな生地の洋服だねってなんか回りくどい言い方してましたけど、そんななかなか日本で受けにくい
センスで出てきたんですが、そこに多少の洗練が加わりまして、88年に Secrets of Flying というアルバムを出します。でこれはタイトル曲なんかは本当にあの春の午後のどかな日だまりを感じさせるような曲だったんですが、そこに収められていた一曲が彼の名前を決定づけました。それが Just Got Paid、プロデュースを手掛けておりましたのは若きテディ・ライリー、これとキース・ウェットの、I Want Her っていう2曲がニュージャックスイングの先駆けと呼ばれています。ジョニー・ケンプっていうのはなぜかその後はね、もう決定的なリーダー作は出してないんですよね。出してないんです。でちょっとゴスペルの世界の方に行きましてね、ホイットニー・ヒューストンの母さんのシシー・ヒューストンなんかと一緒に、ツアー回ったりなんかしておりました。その時のライブビデオっていうのを僕見たことあるんですけれども、まあ本当に器用な人だなという印象がございました。日本にもそのニュージャックスイングの前世紀の頃に来てますけども、まあまさか55歳で亡くなるとはねっていう感じですね。はい、じゃあそのエロール・ブラウンをフィーチャーしたホットチョコレート、ジョニー・ケンプ2曲続けてご紹介したいと思います。ホットチョコレートで You Sexy Thing、 そしてジョニー・ケンプはライブバージョンでお届けしましょう。ゲストの名前は後でお伝えします。 Just Got PaidTed it. Get up.
I want everybody to get up out your seat. All right, then. Teddy! Oh, yeah, yo. Ooh, ooh, yeah. Come on. Feels good. It feels good, baby. You say, just got paid. Friday night, party hunting, lazy ride. Yeah, mood is shaking, all around. For one drink, I'm getting down. Check the mirror, looking flat. Round my body, jump in my ride. Yeah, radio rocking. Yep, yep, yep. Monster jam. Feel the rhythm. Friday night, got money in my pocket. Booty shaking, lazy ride. Say hey, money shaking, hey. All around, somebody scream. I'm getting down, on the floor, rocking to the beat. All right, you sure look sweet. Fly young lady, sing a song. Come on, baby. Sweet as a lie. I like the way that you move. You look so sweet. Moving to the beat. I'm tired of all these boring parties. Time for the party. Get on down. Come on, let's get on down right now. Just got paid. Just got paid. Friday night. I got money in my pocket. Party second, all around. I love the way you move, all girl. マツキュー氏のメロの夜、今週の番組後半では、この2ヶ月ほどで相次いで亡くなりました僕の大好きなソウルマンたちをご紹介いたしました。ベニー・キングに続きましてはホットチョコレートのエロール・ブラウン、そしてジョニー・ケンプ。悲しい知らせが続きましたね。ジョニー・ケンプのこのジャスカットペイド、彼の代表曲ですけれども、これはジョニー・ケンプ
ップ名義ではございません。キース・スウェットのライブアルバムに収められておりました。歌っておりましたのはキースとジョニー・ケンプ、そして、まあ、この曲の作者でございますテディ・ライリー、ギャップバンドからチャーリー・ウィルソン、そしてキース・スウェットの子飼いのグループでしたシルク、カット・クロス、そして、まあ、これまたキース・スウェットのデュエットパートナーでございましたジャッキー・マッギーという、まあもう本当に、ニュージャックスイング時代には本当に輝いてた人たちがこのジャスガットペイドに一度に返してましたね。いやー、うん、いい音楽をたくさんありがとうございました。この番組松尾清のメールの夜は皆様からのご要望ご感想もお待ちしています。パソコンから NHK のホームページへアクセスしてください。ホームページのアドレスは nhk.or.jp/mellow/です。さて、楽しい時間ほど早く過ぎてしまうもの、今週もそろそろお別れの時が迫ってきました。ということで今週のザ・ナイトキャップ寝酒ソングなんですが、今夜はつい先日ですね、5月4日に45歳の若さで亡くなりました日本のヒップホップシーンを代表するアーティスト、ラッパー、そして DJ のデブ・ラージ、彼の曲を聴きながらお別れしたいと思います。僕は彼の名前をこの番組というか、マイク、そしてこう公のところで話すの初めてかもしれませんけども、98年に彼と仕事がしたくて2人で会ったことがあります。諸事情がうまく進みませんで仕事は叶いませんでした。ですがその存在感はワンアンドオンリーで非常に、面白い男でして、もう仕事のことはいいや、もうまた機会があったらやろうってことでその日は2人で飲みました。そんなことを思い出します。45歳、いかにも若いです。才能のある男でした。デブ・ラージ・アイ・イン・ヒタイのリバイアスという曲を聴きながらのお別れです。これからお休みになるあなた、どうかメローの夢を見てくださいね。まだまだお仕事が続くという方、この番組を応援しているのはあなたです。次回は来週5月18日月曜夜11時にお会いしましょう。お相手は僕松尾清でした。それではおやすみなさい。
bias, 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 bias.